萌えからのラーメンの誘い、食べたいけど太る。大好きだった冬季限定アイス、去年で終わりだったんだって。かわいいマフラー買ったんだ、リサ先輩に選んでもらったの。冬のおすすめはあったかいロイヤルミルクティーです。雪は好きなんですけど、たくさん降ると雪かきが少し大変です。入浴剤が待ってるから我慢。この前モカがこたつで丸くなってるの見たんだ。ほんと猫みたい。ひまりの好きなアイス販売休止になってたんだって。どんまい。冬の空気って澄んでて好き。寒くなかったらもっと最高なのにな。イブに冬のフィンランドの写真を見せてもらったんだ。すごかったよ。体を温めるならドラムの練習が一番だな。寒い日のラーメンって夏のアイスみたいに格別だよな。おでんなら大根が好き。お鍋なら寄せ鍋。こたつできないかな。絶対買うのに。寒いとこで食べる肉まんって幸せ度高